今自分でこうやってやらせといてなんなんですけど、アイロンがけってさねみがやらなそうなことベスト3に絶対入りますよね。どうも皆さん、おまるです。いやちょっとね背中を皆さんに向けてのスタートで申し訳ないんですけれども、この背中に輝く札の文字、そう皆さんついにね希望の声が多かった品津川さねみさんの。 えー、体服をね、まあ、ほぼ完全再現できたかなというところまで来たので、ちょっと皆さんと共有しようかなと思います。ただやっぱりですね、このゲーム、ズボンとかが作れなかったりとか、あとやっぱりこのね、袖がいい感じに、この大正時代っぽいね、あの柱たちが着てるような羽織とか、上着っぽくなるためには、このローブという、プロデザインで選べるローブを使うしかないんですけれども、そうするとね、下の方がどうしてもちょっとズボンにならなくて結構長くなっちゃうっていうのがあって、 ま、そこをね、こう、どうズボンっぽく見せるかみたいなところでいろいろと試行錯誤して、まあ、まあ、まあまあまあっていうところまで来たなと思ったので、今回はね、ちょっと皆さんにお見せしようかなと思います。で、すでにかなりぶっちゃけ、あの、これ、唯一今回一番自信あるのがこの背中の札の字なんですけど、どうですかこれ相当クオリティ高いと思うんですけど、まあ、それをね、あの、すべて皆さんお見せする前に、そしてあの、この前の、あの、前の姿を見せる前に、ちょっと皆さんにね、お見せしたいものがあるので、ちょっと奥に行きましょう。 さあ、なんかもうすでにチラ見えしてますけれどもいきますよででーんということで今まで作ったマイデザインをね壁日記にかけてみましたこれさっき初めてたまたま気づいたんですけどあれなんだよねプロデザインとか作ったらこうやって壁にかけれるんだねしかもなんかあのトルソーあのマネキンにして置くこともできんのすごくないですかこれこれめちゃめちゃ便利だよねだから今までのマネキンとかあでもさ服はかけれないのかこれ自分で作ったやつしかダメなのかな よくわかんないけど、まあ、でもなんかマネキンみたいにして置けるから展示場みたいなのもできるっていうさ、これすごくいいですよね。この機能俺めちゃめちゃ気に入ってます。ハンガーにして。かわいいですよね。ということで今まで作ったやつ全部並べました。左上から順番に作った順番でね、あの、左、あのー、埋まったら下に折り返すっていう感じで並べたんですけれども、こう見ると結構作ったね。もう10個作ったんだ。で、今日紹介するの合わせて11個。で、まだ紹介してないのが1、2個あるので、もう12、3個は作ってるわけだよね。 早いですね。気づいたらもう発売日から6日経っちゃったわけだ。で、1日に2個ぐらいのペースで作ってるわけです。だいたい僕は今。ふふふ。大好きじゃん、プロデザイン。ということで、今回はですね、サなミさんを見せていきましょう。じゃあ早速ちょっとじらしてすいません。ちょっとこれからどうしても報告したくて。ということで、じゃあとりあえず前を見ていきましょう。3、2、1、どうぞ。さあ、どうでしょうか。今回はですね、実はこの額の傷もね、あの、一緒に再現させていただきました。 見てこのこだわりの傷と腹筋。<laughs> どう筋肉に見えるちゃんと。かっこよくないですかこれ。ということで、今回はですね、この額の傷の作り方と、えー、服の作り方をお見せしようかなと思います。ただ、本当はさねみって、一番目立つ傷がこの鼻の上に、えっと、自分の今顔を思い浮かべてほしいんだけど、自分の顔から見て、右側右頬から、俺たちから見たら左頬から、こう、ぐわっと鼻の上に向けてね、こう、大きい傷が入ってるんですよ、本当は。 なんだけど、あの、それはね、ちょっとフェイスペイントじゃ再現できないということで、今回はね、この額の傷、まあ、額の傷もね、すごく目立つ傷なので、これだけちょっと再現してみました。で、この前髪で隠れてる感じもね、ちょっと逆にそれっぽくていいと思います。ということで、今回はこの2つの、えー、作り方、見ていきましょう。さあ、じゃあまずは傷の方をね、見ていきましょう。これはもう簡単、1色しか使ってないです、今回。こんな感じです。もうこれ、今、形はね、これをもう真似していただければ、こうやってかっこいい傷になります。で、 あのね、サネミの傷って結構、あのー、漫画でもアニメでもそうなんだけど、場面によって結構省略して書かれたりとか、あと、大きい一コマにサネミの顔がドンって出る時でも、なんかその場面によってちょっとしたその際のね、違いはあったりするんですよ。この些細なところの。ただそれに関しては、まあ、じゃあどれを再現するのかって言ったら、まあ、あのー、ぶっちゃけどれも、どれも全てサネミなんですよね。うん。なので今回は、まあ、比較的一番描かれていたのが、 この横に2本ずわってこのおでこの端っこまで入れて、で、その上からこう斜めにピッて入れる感じこれが結構一番多い描かれ方してて、まあ、大体これのこの例えば、この、ここにこうやってピッて入ってるこの傷が、なんか、ここから生えてたりとかアニメではすんだよ。こっからなったりすんの。逆に、この、 ここまで来てる傷が、なんかこの辺で終わってたりもするのよ。なんか場合によって、場面によって。でもそれは結構いろいろとあるんだけど、なんか一番大きいコマで描かれる時は結構こうやって大きい傷として描かれることが多かったので、今回はね、それを基準として、あのー、再現してみました。ということでじゃあ色見ていきましょう。色はね、実はこれ、結構いろいろ試してあげく、 まだ、あ、でもこれぐらい濃くてもいいかなとか、もうちょっとこの赤みかかっててもいいかなとか、これはね、また改良の余地あるかなと思ってます。まあ、これもね、場面とか、あと漫画とアニメによってまた色違ったりするんで、まあ、その辺も皆さんのお好みで言ってほしいんですけど、結構こんぐらい濃くてもね、つけてみるとちょっと薄めに表示されたりするので、まあ、その辺はお好みで、まあ、僕の傷の色はこれかな。色が左から2番目の色合い、鮮やかさが真ん中から1個左、明るさが右から6番目となっております。それでこんな感じ。かっこいいよね、でも。なんか、 ま、傷だからさ、その一応男の傷はね、あまあ、背中の傷は恥じると、まあ、どっかの海賊が言ってましたけど、<laughs> どっかの剣豪が言ってましたけど、あのー、まあ、一応その再現というか、うん、まあまあ再現なんですよ。違うなんていうかな、その傷を再現っていうのがね、なんともあれなんですけれども、まあちょっとあのキャラクターの特徴ということでね、そこはご了承ください。ということで、もう傷の紹介は終わっちゃったので、じゃあ次、大福の紹介いきましょうか。 さあじゃあ品津川さねみの大福見ていきましょういやーかなりこだわりました選ぶのはローブですさあまず前がこんな感じ後ろこんな感じ 左袖、右袖。まあ、右袖、左袖交互に見てはもう完全に真っ白なんで、どうでもいいんですけど。ふふふ。問題は前のこの、はだけたシャツ、というか体服と筋肉の部分と傷の部分、そして背中の殺すの文字の部分ですよね。これがすごく重要なポイントとなってくると思います。ただ、まあ、口頭で説明とかはどうしようもないので、うーん、そうですね。まあ、普通にパレット紹介して、またいつも通りスライドショーになるのかな。そうだな。C 点なポイント、うーん、例えば、 こここうやって消して斜めにしようとすると、今左のこの身を見てもらうとわかるんだけど、途切れちゃうんですよね。こうやってやってあげるとね、ちょうど良くなったりとか、なんかそういうこだわりとかもあります。で筋肉に関しても、色をね、この肌の色と傷の色の中間、まあ、肌の色からメインに暗くしてあげて、こんな感じで影っぽくしてあります。で、こだわりとしてはこの筋肉がこう首筋のところまで伸びてて、こうすごくかっこいいよねっていう感じですかね。うん、そんぐらいですかね。俺が言いたいのは。ふふふ。というわけでこんな感じです。 さあ、じゃあパレット紹介していきましょう。あ、あとそう言い忘れてたけど、今回結構この肌の色、で筋肉のためのこの影の色、で、傷の色が全部ちょっと近い色してて、もしかしたら、その見てる環境によっては、あのー、見づらいかもしれない。例えば携帯とかパソコンだったら、あの画面の明るさとかを上げてあげると、より見やすくなるのかなと思います。今の時代だったら、任天堂 t e n d Switch とか 3DS とかで見てる人もいいのかな多分そういう人も多分 3DS とかだったら確か明るさ変えられるし、スイッチも多分、 テレビの明るさで調節できると思うので、あの見やすいように皆さんしてあげてください。ということで、じゃあ改めて色の紹介いきましょう。まず、これ肌色、傷の色、筋肉の色。筋肉の色というか、まあ、筋肉をこうの浮き彫りにするための色ですね。<laughs> あと、この下のズボンの部分を、まあちょっとなるべく表現するための色が、この色なんですよね。この黒をちょっとこう薄くした感じの色。これも、まあ、後々紹介していきます。じゃあまず肌の色。 肌の色は色合い左から3番目のオレンジ。もう一番オレンジっぽいオレンジ。鮮やかさ左から1,2,3,4,5,6番目ですね。真ん中からえー左に2個と考えてもいいです。明るさは一番右ですね。まあ、これはもうお好みなんですけど、俺結構これ一番肌の色近いかなと思ってるので僕はこれでやってます。じゃあ次、傷の色は、えっ、ー、と肌の色の同じ色合いにしていただいて、鮮やかさを2個上げます。上げる 上上げげるるででいいのかな上げるだなだ2個右にやりますで明るさを3個左に上げる感じですね。まあ、これはここ一時停止しながら見ていただければ分かりやすいと思うんですが、比較するとこんな感じ。肌の色、傷の色。肌の色、傷の色。という感じですね。じゃあ次、筋肉をこう浮き彫りにするための色を見ていきましょう。こちらですね。これ実は傷と鮮やかさも色合いも全く同じです。明るさをそのまま2個上げてます。 あ間違え、もうすっごい、すっごいピンクになった。<laughs> すっごいピンクになった。やっぱ鬼化しちゃうよ。こんな感じで、まあ、ああのー、肌の鮮やかさを2個、この上げたと思ってもいいかな。あ、嘘 ?1 個か。あ、1個だ。これ1個こうするだけで同じ色になるかも。あ、嘘ついた。ごめん。肌の色を1個こうやって上げて、明るさを1個下げると同じ色になりますね。じゃあちょっと比較しましょうか。肌の色、 傷の色、筋肉の色、肌の色、傷の色、筋肉の色。ということで <laughs>、筋肉の色って言葉多分人生で発するの、これが最後かもしれないですね。ということで、じゃあ次は、えー、体腐の、えー、ま、体腐はもう普通に真っ黒ですね。で、ベルトの灰色、で、ベルトの装飾の灰色、あとは真っ白、で、この、 体服の黒に入れたズボンの線がこちらになります。まあ、色合いは何でもいいんですけれどもあ、いや、色合いも赤の方がいいかな、できたら。で、鮮やかさが左から1個いった感じ。で、明るさは2個いった感じ。これもね、こんな感じで調節できます。もう1個、うーん、もう1個これでもいいかもしれないんだけど、これ、もう1個明るさ下げちゃうとね、ちょっとこの線がね、ギザギザーというか、この、角張っちゃうんだよね。あのね、この画像だとちょっとすごい映像だと分かりづらいんですけど、例えば、 この色とこの色でもすでにこの線の先っちょの丸みが変わるの分かりますこんな感じでね結構変わっちゃうんですよねこのつなぎ目の部分がね結構動いたりするんですよだからその中でちょうどいい塩梅を選んでいくとまあ、この色になるかなということで、まあ、これは皆さんねもっといい色があったらね自分で探してみてほしいんですけどまあ、僕はこれが今んところ一番ちょうどいいかなと思ってますということでこの色はね一番左の赤鮮やかさ左から2番目明るさ3番目これでズボンの線を引いてあげてください ということで、いろんな紹介終わったので、今日はちょっと長かったね、いろんな紹介が。さあ、そしたら皆さん、えー、またね、4面、前、後ろ、右腕、左腕、えー、左腕と見せていくので、えー、ご覧ください。じゃあ、スライドショーをどうぞ。 さあ、ということで無事にできたのでね、ちょっとここに飾ろうかなと思います。ちなみに飾り方はですね、このデザインを選んで、真ん中のこの辺に飾ろう選択。で、トルソーってやるとマネキンみたいな感じでこう地面に置くタイプになります。で、ハンガーにすると壁にかかるよと。いやー、いいですねー。壮観ですねー。こうやって見ると。並んできましたねちなみにトルソーどんな感じになるか一応見せておきましょうか。間違えてメニュー開いちゃった。トルソーとして置いてみると、 こんな感じもう完全にマネキンですよねなんかお店とかに置いてありそうな感じになりますかわいいよねこの飾り方は飾り方ってかわいいと思うなんかこういうさなんか展示とか飛び出せ動物の森の時はさあの博物館に展示場4つ作れたじゃないですかあれみたいなやつ今回あったらいいのになって思ったけどよく考えたらこれ外に飾れんのか <laughs> 外の好きなところに飾れるんだよななんか外にそういう展示場みたいな建物とかさ古典開ける建物みたいなのなんか建てれるようになったら楽しそうですね そういうのあんのかな楽しみにしておきましょう。ということで、今回の動画、ここまで、えー、真似したいな、というか、真似したな、面白かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、そして、他にもね、チャンネル、えー、ごめんなさい、えー、高評価、ついて <laughs> 言うの下手くそなのよ、ごめん、まだ慣れないの、ごめん。YouTuber 感を出すのが、ちょっとまだ慣れないんです、すいません。えー、チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターやインスタグラム等のフォローお願いいたします。ということで、次回もですね、えー、柱の、基本的に作っていくのかなと思います。ひとまずね、柱と、 この間なんかそろそろ他のアニメ手出そうかなって言ってたんだけど、リクエストね結構皆さんいろんな作品してくれてるんだけど、まあ、せっかく鬼滅の刃でここまでやってきてるので、ひとまず柱とあとは主要な敵キャラの、えー、服をね、ある程度再現したら、えー、移行しようかなと思ってます。ということで、今回はこの辺でまた次回,、えー、次回の動画でお会いしましょう。生放送も皆さん遊びに来てくださいね。バイバーイ。